はい、みなちゃん、ゲームイズ大平です。はい、みなさん、じゃしろです。さて、今回は、はい、モンストウェハース、はい、バトル10が、はい、今日ね、発売されたので早速ちょっと、はい、買ってきまして、開けていこうかなと思います。1パックだけ、うん、でも開けたらちょっとね、ライナーがちょうど来てるんで、この中から引いていこうかなと思います。しかも今回さらに中の味もね、またチョコじゃなくなって変わったらしいんで、そこもちょっとね、ま、った食べてみようかなと。なんかココア味になったらしい。ココアクリームエハス、前は多分チョコで、これまではずっとねホワイトチョコだったと思うんですけど、ココアクリームって書いてある。で、今回結構メンツ強いんで、そうですね、なんか毎回アーハーもう勝ちマジ、はい、でアーサーいるからね、はい、急いで、あ、マジ、あ、めっちゃいい今日カメラ、なんかすごい、あ、そう、今回ちょっとねピント合ってると思うんで、あ、ベルウェインじゃん、マジ欲しいな。あ、ひまわり、ひまわり、ひまわりいいっすね。ひまわり俺持ってねえわ。久しぶりにウェハース持ってないやつ来たな。重力のミラー飛行、ガンガンいきますか。ちょっと食べてみようか。あ、しかもこれ違うイラストが、すげえ、ここでもイラスト違うんだ。あ、チョコの方が好きだわ、個人的には。美味しいけどね。おお、ブレーメン、誰、ブレーメン、ブレーメン、いいとこ入ってんな。でもなんかいろんなとこに対応してるかって言われると今のとこ結構微妙なやつしかいないですよね。ひまわりが、ひまわりが一番結構いいか。あ、ハクビいいね、ハクビいいっすね、ハクビ、じゃあワンウェイじゃない方か、反射クロスの方か。今のダイナには行きやすいよ、重力あるから。確かにいや、あれですよね、ヘラいないって考えたら普通に飛行必要なんですよね。あ、ダイナか、ダイナ、ダイナ、あ、ダイナか。うわー、これ最近見てたカードで、はい、ビューティフルベアス見た、めっちゃ見た。おお、レネブ、当たりじゃん、いいね、当たりっすよね、多分デネブ、デネブ普通にかっこいいな。てかカードこれめっちゃかっこいいじゃん。あ、これいいっすね。誰、カルナ、あ、カルナ、いい、カルナ、カルナも入ってんだ、あ、いいね、見やすい、いいね、だんだん豪絶が入ってきたんだ、いいですね、使える、確かに使えるやつも強いのがもうね入ってきてるから、入ってるか、ただ上ないから。あー、にぎみたま、にぎにぎ、シールでも見たくなりましたけど、結構見たくなりました、にぎにぎは最近見ましたね、うん、がっつりね。やっぱ確かにな、あ、いいね、モンカドに比べてこっちはちゃんとフォントとかもそれ用に作ってあるからね。かっこいいよこれ、誰、アイゼンミョウ、アイゼン、アイゼンミョウかっこいいよこれ、すごいさ、きつくねだいないや、まだすごいきつくない、誰がや、誰がいいんだこれ、誰引いてもうわってなんないよ、誰がいないんだそれがいないね。あー、リコール、あ、それ欲しいな、リコールちょっと引きたいとこやな、やばいな、リコールはちょっと万能よ、リコールがいるってやばいな、即死ダメよ、即死嫌いが、かぶんねえかな、これうわ、弱えな今かぶってません、アイリス、アイリス、うん、ダイナリが話がいいかもしれない、うん、おー、シュリン、おー、シュリンいいっすね、今回、もうついね、うん、来てるね、ちゃんとどんどん、こっちもやっぱインフレですよ、マジでしてんな、豪絶やべえな、さあ、いくぞ誰、いや、インフレの命もねえやつできたら、マジでネズミリ、ネズミリさ、モンカルの方でもめっちゃ結構出てきてたよね、ダメオサムライキラーとか、そうだよね、うわ、出た出たわ、なぎさ、え、弱くね、今回、え、今回めっちゃ弱くない、どうなんだろう、いや、なんかしかもかぶっ、どうなんだろうね、いや、めっちゃ弱いでしょあれ弱いのかな、めっちゃ弱いじゃん、アリスもいるんだけど、今回シークレット何なんだろう、なぎさ、うわそこでめっちゃ弱くない、なぎさでかぶりを使わせられたか、ウニ食べたくなったけど、なぎさ、めっちゃ弱くない、これウェハース攻略においてはめっちゃ弱くない、きたー、それは強い、一気に吹き飛ばしたな、ダイナ殺し、ダイナ殺しのキャラだね、ダイナ殺しのアーサー、え、アーサーめっちゃかっこいい、かっこいいっすね、
うわ、なんだこれ。急だな、マジで。ハクビ。ハクビか。ダブルスで。最近開けすぎてたから、なんかそこに対する。あー、マニア。あー。マニア。え、待って、これやばくない？あと一泊ずつでしょ。今回多分ね、グミとかになりすぎてんじゃないかな。あー、でも強いのいるね。引けてん、じゃあ引きが悪いんだ。いや、マジ引き悪いっすね。重心が全然引けたくない。あ、ほんとだ。アリス入ってんじゃん。どっちかシークレットよ、だって。誰？え、そんなやつ俺、そんなやつおった。お前やつおった。これ俺もらいます。え、マジ？そんなもらうやつおる？はい、ちなみに乗ってないっす。え？見たい。最後にします、じゃあ。あ、そうしよっか、じゃあ自分先行くね。え、マジで？これはちょっと予想もしなかった。ここでってなった。嘘。え、それめっちゃ楽しみ。じゃあ先に自分行きます。イエーイ、でかい、でかい。いや、アーサー2枚はやばいね。アーサーの被りはウェハース攻略に言われて、これでかすぎるよ。ウェハース1個だけシークレットが入ってるんですよ。それ、うん、それっす。え、マジ？これもう1体誰なのかすごい気になるわ。いきますよ、見て。うん、よう引き合ってたな。せつな、せつな、せつな、せつな入ってた、入ってんの。せつな入ってて、やばくない？せつなはやばいね。せつなやばくない？え、せつなカード化早すぎない？せつな、多分もう一個、せつなやばくない？もう一個が奈落なんじゃない？あー、え、せつなは上がるね。めっちゃかっこいいし、SSR だ。 SSR ですよ、それ乗ってないもん。え、せつなはすごくない？せつなはやばい。急じゃない？確かにこれカードの発想なかったし。そう、なかった発想。急だねと思って。これ最強カードじゃん、マジで。これもう刹那のために他よくしてるみたいな。ああ、その確かにギャップはあるね。みんな刹那求めるでしょみたいな感じ。よう引いたね、すごっ。刹那なんだ今回。刹那アーサーリコールだね、今回推しは多分。で、あと一種気になるな、じゃあ。奈落じゃない？多分。奈落かな。いつも対照的になってましたもんね、結構。そうだよね。うん、刹那はちょっと今までのウェアハウスのあれで一番感動したかも、ね、入ってて。しかも俺はシーカー知らなかったから、今回は、うん、ガチで、ガチで、うん、何だろうぐらいで思ったけど。じゃあ今回、うん、この3つの中から4枚引いて、マジかっこいいな。ダイナに行こうと思います。じゃあこの中ちょっと1回入れて、はい、これやばいね。当たりと外れがそうじゃない差が激しいけど、当たりの割合よ。当たりの割合よ。重力は結構ね。いや、刹那はごめん、ちょっと強すぎるよ。刹那引いたらマジ痛いな。最初、俺引くよ刹那これ多分。いや、アーサーも2枚入ってるからね。今回もヌルゲーと言われても仕方ない。やっぱね。刹那。よう引い、すごい。いや、これ刹那使えるのか。ダイナにヌルゲーだぞ、これ。これアーサー引いたらヌルゲーっすよ、もう。これさ、エクゾディアじゃん、もう。どのクエスト行っても。そうだね、これすごいね。やばくね、これ刹那引いた瞬間勝ちだよ、もうこれ。いや、バランス取りすぎだろ。ボーナスゲームでしょ、これ。いや、これ刹那いたらもう。こいつ、なんだ？底力マインスイーパーって。マジで、刹那に全部一緒に。やべえな。でも、これ今のボス削れない。マジで。いやー、まあまあまあ。いいっすね、アイゼミオン。あー、いいっすね。ここでじゃあアーサー引けば完璧。アーサー勝ちっしょ。確かにこれ動けるやついないと、動けるやついないとちょっとやばいっすね。ザコ処理はもう大丈夫じゃん、うん、爆発か動けるやつ欲しい。一発召喚で引いた。あー、もうそれは勝ったでしょ。これは勝ったでしょ。これはなんかいいバランスだね。これはモルタでしょ。ウェアーズ入れる人もいないだろうし。はい。アイゼンミョウ、セツナ、ウェアーズ、アーサーで。ウェアーズ何なの？じゃあ入れていきます。はい。モンストカ、モンストカ、モンストカードマン。はい。来ましたね。これはもう、普通にやってっていいよね。序盤サクサクじゃない？これ単車かしかもやりによって。これ単車はそう。この辺はね、うん、徐々に徐々に行けば。いや、これはマジで変に削りミスんなきゃ負けない。変に削りミスったら死ぬ。いや、アーサー安心感。刹那やべえな。過去最高に
楽なパーティーですね。イケてるパーティーだね、はい、この右2体がやばい。本当にずるいまだある。そっか、もうそうだ、ワープあるんだ。これビューティフルスターフいいかな、寄せときたいっすよね。次がそうか、もうアーサー左ナイト。何すか、あいつ拡散弾なの、扇形ベアーズっすか。ベアーズベアーズか、アー型当たれるのか、当たれるな。最悪刹那に当たってください。刹那っすかね、先は。いや、刹那やばいなチートだろう。これは今までこれこんなことなかった。これはやばい、こんなことなかったからひどすぎんな、マジで。お、バーガー端子は出したよ。ひどいな、今の。いや、でもこれ削りだよな、あとは。うわ、いや、うわ、すげえ、やるね。こっちベアーズが当たりやすい位置に行きたいですね。うん、ベアーズも弱点だったら出すな。まあ今クロスも入ったか。多少は拡散弾も仕事したかもしれないけど。これベアーズだな、うん、問題は。結局完璧。貫通なってるから。これ最初アーサーでいいよ。刹那の方がいいかな。刹那だったら確率か。確かにもう確実に刹那に当たりってはいいか。初ターンはもう絶対刹那ですよ。強っ。やばいわ、こいつマジ。で、アーサーでボス火力出すって感じか。ですね。アーサーと。うわ、あったな、そんな攻撃。うわ、地獄。いけるいける。アーサー。アーサーに渡っちゃったんだよね。まあでも。あの、ここで振れなきゃいいか。刹那ちょっと変なとこ飛ばないでくれよ。刹那のとこに。刹那アイゼンはやめて。アーサーやめて、アーサー。うわ、地獄。さあ、削れるかですよね。まあでも結構朝削ってたから、霧が大丈夫なのは嬉しいですね。うん、削るね。さあ、どこだ。ちょっとやめろマジで。うわうわ、持ってくる持ってくる。もうやばいわ今日。持っているか。大丈夫か、大丈夫か。キンハー、ナイス。危ねえ。刹那1。次が当たれるかな、これ。これきつそうですね。これはきつそう。ケイ、これどこ来るんだろうな。まだ縦地獄だけど横も地獄なんだよな。いやいやいや、だからもうこれのステイよりいいっすよね。うん、うんげ、はい、うんげ、ナイス。お、いや最後よ。いや最後、ね、すごいね。あれで倒してきたいな。いやー、でも上行ったらいけないよね。下入れるよな、入れるかな。こいつ寝ません。あ、お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 、ちょっとどうか、やめてくれマジさ。なんで嫌がらせだよ。止めてもやばい、やばいな。これ耐えますね、多分。耐える、はい、毒がないんで。これ刹那でやれるかな、上。どうすかね、入ってけばベアーズの殴りもあるし。底力入ってるか。 OK、 これは撤退かな。金波にしてーけど無理だもんな。
や、ナイス。強っ。いや、マジ何が起きた今。何が起きた今。強っ。ってか、危ない。え、ハート取りてえな。ハートも剣も欲しいですね。やれるかな。いや、やれる。いや、いけるか。ほう。あ、叫んでかい。す。ビューティフルペアーズやべえな。まだ今やっとボスか。でっかそれ。いや、もうこっち行きます。やべえな。いや、強いな。こいつやべえな。マジで。おかしいだろ。これ地獄だな、相変わらず。無理だってだからもう。今回あれだな、完全に感染がいい仕事してんな。踊らされてるわ。ナイス。これもうカンカンでいいんじゃない。はい、出んな出んな出んな。あ、十分すぎ。アーサーセスやめろ。アーサーセスやめろ。アーサーセスやめろ。ナイス。マジ。オッケー。はあ、はあ、やめて。オッケー。近づいたんないっす。マジ近づいたんないっす。あとさすが当たれるべこれ。このまま2体しか多分倒さないんで大丈夫ですね。で。ここ倒しちゃっていいぞ。さっきより楽だぞ。 OK。 こっからっすね。でこいつの上も倒しちゃっていいよね。倒していいと思います。こその近くに寄せとくだけでいいかもしれない。あー、いやでもどこだ。やめて。いいね。惜しい。マジかよ。え、食らうな。これはあら、これはまずい。あ、金よ。ざけんな、マジで。死にはしないけど。取って、多分削れるかな。大丈夫か。まあ、刹那当たれば両方倒すじゃないですか。うん、貫通なんて取ればいいか。刹那次、アンダメあるんで。オッケー。あ、B 残るんだ、1個目だった、ここ。これだよ。アーサーやめて。アーサーやめてっていうか、アーサー行っても行かなきゃダメだ、これ。おー、ナイス。オッケー。やべえ、アーサー火力足んね。大丈夫かこれ。これビューティフルやつ撃ちます。まあ、アイドルではいいか。まだ、まあ、うん、いいか。アーサー当たれば、たったアイズも当たるかな。きついか。もうアイズも1ですかね。何か任せて、ナイス。打ち角やん。倒すでしょ、さすがに盾で。強いよ。おお、これかっこいいマジ、この SS。 でもいいとこ見せなかったですね、あんま。頼むぞ、マジで。あー、これの負けたらやばいぞ。あ、ナイス。いや、このズルさやな。でかい、ナイス。ちょっとした。ベアーズ、ナイス。これ、マジで。俺の単独嫌だな、これ。
はあ、またウンゲーじゃん。ワープ自分にね、かぶってんのが。はい、ウンゲー。一体でかい。あそこあれあんのか。あいつがやばいっすね。こいつも貫通なってる、ね。トリキラさん。トリキラもなってるし。最近殴って下帰ってこれるかな。貫通タイプなっとっか。ありっすね。絶対そんな遅くな、早くないよね。こいつマジわかんないっすね。刹那までいかないぐらいだったら。さあ、ちょっと。いや、おっそ。え、いや、びっくりじゃん。いや、遅すぎだろ。で、待って、ちょっとね、あれ、ちょっこれはもう死んだかな。持っていかないかね、せずって。え、セサムリアだもんね。回復取って。はい、回復取って。アイゼンビューティフルとかに行くのをもう願うしかないですよね。いやお、これでも結局だよな。まあ届かないか。これ歌さん現象。こいつワープ、こいつ、いや、これもう無理じゃないですか。あのハート取んなきゃいけないんで。そうだよね、取れかも。下のワープから出てきて、刹那、触れて、アーサー触れて、あー、なるほどね。オールもちょっと回復してみたいな感じですかね。下のワープですよ。いやまあ、上の方がよく、あ、いや、これはちょっとすいません、マジでやらかしたな。でも今アイゼン打たなきゃよかったかな、1個前。そしたら今のところで打ってたな。モンストカードマン、モンストカードマン、モンストカードマン。ボス戦難しかったね。難しかったっすね。削り結局やっぱあれでしたね。あの切断でザコ処理いくらしても、一本じゃ。アーサーのザコ処理が、アーサーのあれがむずいですね。削りじゃ。はい、じゃもうちょっとうまく使えれば多分いけた。とベアーズの SS だったな。ね、あれがもうちょっとなんか貫通変化で攻撃と思いますけどね。共感通なのね、こいつね。アーサー優先しとけばよかったな。ちょっとね、あまりにも使ったことがなかったんで。いや、俺も一回も使ったことなく、全く分からない。全然読めなかったっ、ね。イメージ完全から公演になりましたよね。俺も絶対そうなると思った。もうちょい運あるかなと思ったから。いやー、申し訳ない。この、なかなか奇跡なメンツで。今日これ、刹那がいるだけでいいや。奇跡なメンツであれでしたけれども。いやー。刹那が参戦するのはやばいな。ウェハースに。はい、というわけで、ウェハース自体はね、今回かなり、はい。うん、シークレットに全振りした。まあ他にもアリスとかね、今回出てなかったですけども、重心課税がやっぱり強いバトル順位になってましたんで、これ出ました、あれ出ましたとかね、あともう一個あれでしたとかありましたら、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いや、まあでも確かに刹那が出たのはすげえっすっていう人はチャンネル登録よろしくお願いします。今回も夢座大賞5からお送りしました。何でしたか。シロでした。ありがとうございました。チャンネル登録。わかります。わかります。その君もなくなっちゃったから。わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録。チャンネル登録ね。はい。していただければね。